ネッツトヨタ広島プレゼンツ地域の宝物を発掘するプロジェクト、ネッツトヨタ広島へさか店。サービスエンジニア上田さんのおすすめは、宮崎グルメの辛麺が食べれるお店がありますよ。辛いのめっちゃ好きなんだけど。わかる、私も。このカローラスポーツってちょうどいいサイズ感だよ ね。大きすぎず小さすぎず、見た目よりもこの車内は広い。女の子にね、おすすめの車よ。お、あった、宮崎辛麺。ほんとじゃ、もうめっちゃお腹減ったね。宮崎県の延岡市の出身の店主がオープンしたお店です。小麦粉とそば粉で作られた独特の弾力がある絹打ち麺を使用しております。宮崎ではこんにゃく麺と呼ばれてるんですけど、こんにゃくのような食感になっております。スープは鶏ガラスープを使用してあっさりした味わいになっております。粗唐辛子とニンニク、ニラを卵でとじたものになります。夏いいです。汗かいて皆さん帰っていかれます。お待たせしました、辛麺です。ありがとうございます。うわ、おいしそう。でもね、初めて食べるこれ。ねえ、うん、食欲そそられる香りだね。唐辛子の量は調整できます。辛さもゼロ、全く辛くないものから辛さ得意な方は9辛までご用意してます。辛さが苦手な方でも3ぐらいから挑戦していただけたらなと思います。うん、見た目ほどの辛さはないけど、しっかり辛みもあって旨味もしっかりある。スープに絡んで美味しいね。夏のおすすめのメニュー、辛冷麺。上に乗ってるものがトマト、香味野菜、わかめ、ネギなどたくさんの野菜が入っています。そのまま混ぜて食べていただけるようになります。うん、麺がもちもち、弾力がすごい。辛麺食べてスタミナをつけて頑張っていただけたらなと思います。ネッツトヨタ広島で宝物をゲット。ヒルトン広島のペア宿泊券など62人に豪華プレゼント。さらに8月24日25日、ネッツトヨタ広島へさか店で中区東区のいいものが集まったイベントを開催します。イベントの詳細や応募方法はネッツトヨタ広島のホームページをご覧ください。全部米粉パンよ。わあ、体に優しいね。うん。